皆さんこんにちは、小林哲也です。こんにちは、よしみです。はい、ということで久しぶりに撮りました、よしみプロと。はい、お願いします。はい、私ほとんど出てないから皆さんに幽霊部員で、そう、本当最近出てないねって言われるんですけど。本当だよね、お久しぶりです。久しぶりですね、はい。まあ、2人で撮るの本当に久しぶりで、はい、まあ、なかなかスケジュール回らなくてね、撮れなかったんですけども、はい、今日はですね、久しぶりに動画撮ろうかなと思ったんですけども、今日ありがたいことにですね、ある企業様から、提供していただいた商品がございまして、こちらを、ご紹介していきたいなと思います。はい、こちら早速なんですけども、見てください、かっこいい箱でしょ、玉手箱の確かにこれ結構持ち運びに便利ですごくいいんですけど、まあ、僕はずっ と、使用させていただいてるんですけども、こちら皆さんご存知ですかね。じゃん、ということでマッサージガン、なんか聞いたことある人も多いと思うんですけども、はい、よくみんなドドドドって言います。そうそう、ドドドドド言いますね。こちらのちょっとね、紹介していきたいなと思いますけど、はい、今回この、提供いただいた商品の企業様、はい、UFIT 様なんですけども、ありがとうございます。ありがとうございます。UFIT 様の紹介をシンプルお願いします。 UFIT さんはボディケアやフィットネス器具を販売されていて、あの元プロ卓球選手の水谷隼さんがアンバサダーを務めております企業さんで、すごいスポーツを応援してくださっている企業さんです。はい、まあ、そんな企業様から、まあ、今回こういった、マッサージガンをちょっと使用して、まあ、どういった、まあ、効果があるかっていうのを試してほしいということで受けさせていただきました。はい、あの実は僕ね、あの UFIT 様のこのマッサージガン使用する前から、あの違うメーカーさんの使ったことがあったんですよね。で、まあ、すごいいいなとは思ったんですけども、まあ、今回ユーフィット様がいただいてもう、かれこれ1ヶ月くらい経つんですけども、ずっとやっぱり使用してます。で、特に、まあ、僕がおすすめしたいっていうのは、これあの冬とかって、まあ、僕らボーリングするじゃないですか。で、まあ、ボーリング場あったかくて、まあ、年中いいと思うんですけども、こういうふうにこういつも僕はケアでよく使います。あの始まる前とかなかなかこう準備運動とか、まあ、ストレッチとか、まあ、しようしようと皆さん思っていてもなかなかしないですよね。でもこういうのだけでも全然これ違うんですよね。これ4段階に分かれてて、今1なんですけど、まあ、1でも結構強いんですよ。これしっかりしてて、でこれ 500g ぐらいで軽いのですごい持ち運びに便利です。で、僕なんかいつも腕やったりとか、まあ、僕こう腰とかですね、結構腰とかが、まあ、痛くなったりとか、あとふくらはぎとかもも裏をやったりとかするんですけども、やっぱりこういうのをあの投げる前にやることによって体がすごくあの動く状態になるので、すごく僕なんかも試合の時なんか特に使ってました。で、結構最近男子プロなんかはこれ使ってる方多くて、女子プロも多いですよ。多いですか。ドドドドドって言うとみんなそれで、ね、持ってる、あ、みんな持ってるみたいな、はい。で、これ、うん、なんかね、多分皆さんもまあ CM とかで見たことがあると思うんですけど、うんうんうん、使ってみないとこの感動が味わえないです。そうだね。だからなんか最初は半信半疑で、確かに私たちも使い始めたんですけど、はい、うん、めちゃめちゃ1回やると、はい、まあいいですよね。やっぱこれいい、もやっぱで持ち運び便利なん で、 そうです、ね、軽い 500g で軽いんで、はい、すごくやりですね。哲也、まあ、プロは今、うん、ボーリング始める前って言ったんですけど、うん、割とこう疲労も取れるので、はい、私は割と終わった後に使うことが多いです。で、多分女性の方特に、はいはい、まあ、この時期冬っていうのもありますし、うん、あのむくみやすい人も多いと思うんですね。で、私は割と足がやっぱ立ちっぱなしだったりすると疲れるので、はい、足のこれ見えないですね足のこういうすねの横ぐらいとか、あとね足裏もいいんですよ、これめちゃめちゃ。あの実はこれね、あのいろんなこう変えられるんですよ。これがノーマルとか、まあ、この平らと、はい、あとはこういう肩の首とか肩のところに合うこういうなんていうんですかね、アタッチメントっていうの変えられる、はい、この Y の字のやつ、 Y の字じゃない、はい、だったり、はい、こういうふうにピンポイントで、これ足裏にね、はい、とか足の後ろとか、はい、まあ、いろんな用途では使えるんですけど、うん、これがねすごくいいです、めちゃくちゃ、はい、いいんですよ。でこれ簡単に取り外して、こうやって外して先を交換するだけなんで、すごい簡単です。でこれでも使えるだけなんで、はい、まあ、こういうのを僕らは、まあ、用途によって、まあ、場所によって使い分けしてやってます。はい、あの肩こりがひどい人もいいかもしれない。私たち割と肩こりが、ね、ね、ある方なんですけど、パソコン疲れですね、はい、だから割と立ちっぱなしのお仕事の方は足だったり、逆にこう座りっぱなしの方が多い方は腰とか肩とか、うんうん、まあ、こういう腕ですよね、とかが全身に使えるので、はい、まだやったことないという方はぜひ騙されたと思って、はいはい、一度お試しいただけたらと思います。はい、はい、
そして商品ですけれども、はい、概要欄の方に URL を貼り付けております、はい、でなんと今回、うん、UFIT 様からのご好意で、はい、5% オフのクーポンが同じく概要欄のところに貼ってありますので、もしご希望の方は、はい、そちら URL から入っていただいて、ぜひクーポンを使用していただけたらと思いますので、はい、気になる方はこちらをチェックしてください、はい、ぜひ、ね、チェックしていただきたいと思います、はい、まあ、こういうのって本当にできれば、直後がいいですよね。だから投げ終わった、僕なんかは投げ始めやるじゃないですか。で、うん、終わって練習終わった直後にもう5分とかでもいいんで、いやほぐすだけでもかなりケアとしていいと思います。やっぱり家帰っちゃってなんか億劫になるじゃないですか、はい、ね、まあ、体が冷えますから ね、 うん、ね、なので直後、まあ、ボーラーさん割と腰、はい、足、そうだね、足、やっぱこの、まあ、よく腱鞘炎とかですね、腱鞘炎とかも割とこの肩の方から筋肉引っ張られたりとか首からとかっていう原因もあるので、はい、うん、ぜひこちら UFIT 様のマッサージガンでほぐしていただいて、はい、そうですね、すごくケアでもいいと思いますので、やっぱりこういった怪我を防止することっていうのが、まあ、ボーリングを長く続けられる、うん、まあ、ボーリング寿命というかを伸ばす秘訣でもあるかなと思いますので、ぜひ、ね、こちらの方興味ありましたらご購入いただければと思います。はい、ということで今回改めてですね、ゆうひと様には、こちらご提供いただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、僕らもこういった形で、まあ、あまりねこれ何でもかんでも商品とか紹介するわけではないので、自分たちに合ったものとか、はい、まあ、本当にいいもの、うん、でやっぱ見てる皆さんにも合うなって思ったものしか紹介しないので、ぜひ、ね、こちらの方ご検討いただければと思います。じゃあちょっと一球締めでストライク出して、急に、うん、いけるでしょ。ボールないよ。ボール持ってきて。じゃあ、ジミプロ、ぜひ。では。ストライクを。取れる？ちょっと待って、どこ？いけるでしょ。ちょっと練習もしてないよ。ちょっと待って、いくよ。はい。おー。上がる？これ。おー。素晴らしい。おー。上がる？これ。素晴らしい。ちょっと怪しかったですけど、はい、バッチリでしたね。ということで今日の動画は以上となります、はい、それではまた次回も皆様楽しみにしていてください。ご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ、バイバーイ。